ミゲル一世は、ポルトガル王。絶対主義王、ポルトガル語、王アブセルティスタ、伝統王と呼ばれる。ジョアン六世とカルロッタ・ジョアキナ王妃の第六子で、三人目の王子である。ミゲルは、四月の乱の結果亡命するが、後に、イのマリア二世の摂政として、ポルトガルに帰国し、潜在的な王廃となった。摂政として彼は、ポルトガルの王位継承権を主張した。 いわゆる王国基本法では、兄ペドロとその娘マリア・ダグロリアは、ペドロがポルトガルと戦争をし、他国の君主に即位した時点で、ポルトガルの多い継承権は喪失しているからである。これは、難しい政治的情勢につながった。その間に、多くの人々が殺害され、投獄され、迫害され亡命した。その結果権威主義的絶対主義者と進歩的、立憲主義者の間で、 自由主義戦争と呼ばれる内戦を起こした。最後にはミゲルは王位を追われ、32年の余生を亡命生活で過ごすことを余儀なくされた。ジョアン6世とカルロッタ・ジョアキナ王妃の第3王子として、ポルトガル・ディスボンのケルス宮殿で誕生した。資料の中には、ミゲルは母校のマリアルバ校・バコペドロ・ジョゼ・ジョアキム・ビトメネゼス・コーティーニョといった、 不倫の噂のあった恋人との不義の子であるかもしれないと示唆しているものもあった。ジョアン六世に近い筋の明らかな資料は、王はミゲル誕生まで二年半にわたり、王妃と性交渉がなかったことを主張し、この疑惑を確認しているを実行していた。その間には、高級的な陰謀に関与しており、公的に場に揃って現れるのは稀であった。しかしこのようなゴシップに関わらず、 ミゲルは常に王と王妃とその他王族と宮廷と教会によって王子だとみなされていた。婚外施設は自由主義者のプロパガンダが王妃を中傷し、ポルトガル王家におけるミゲルとその血統の弱体化を望む王党派の著作物に起源があるかもしれない。ミゲルはカルロッタ・ジョアキナ王妃のお気に入りの子であったことは確かである。彼女の最初の死産の後、ミゲルは 母校から最も多くの気配りを受けた。それは兄のペドロを上回り、彼の父よりも親密であった。1807年、5歳の時にミゲルは最初のナポレオンのポルトガル侵略から逃げるための王室のブラジル移転に同行した。彼は1821年にフ王ージョアン6世や母校と共に帰国し、兄ペドロはブラジルの統治者として残った。 一日中ミゲルはやんちゃな子供であった。時に将軍の制服のミニチュアを着て見せることもあった。16歳の時に彼は急速にまたカーベローズの周りで見られるようになった。馬上から無知の柄で通行人の帽子を叩きながら、彼は時間のほとんどを仮想家先住民の農家の荒くれ者と一緒に過ごした。一般にミゲルは母校と母の使用人に甘やかされて育った。 他の低俗な傾向による影響を受けたのは明らかで、ある。パルメラ・コーペドロでソーザホルステインは彼について、以下のように記している。善良なものの中では、善良な人になるが、悪い連中の中ではその上を行く悪になる。ミゲル・アイアラウンド・エイジ21、C1823 ミゲルは公然の保守主義者であり、メッテル・ニヒの信奉者であった。メッテル・ニヒは1820年代の、 自由主義革命においては反動的なものとして言及される。ミゲルは20歳の時に1820年自由主義革命の後に設立された自由主義政府に最初の挑戦をした。これには王妃も一役買っていたかもしれない。彼は1823年の反革命の先駆けであり、ビラフランカーだとして知られていた。 それは1823年5月27日に W ・ビーラ・フランカでシラで勃発したからである。はじめ、ミゲルは第23不評連隊と一緒になった。これを指揮するのはビラ・フランカのフェレーラ参拝を順調であり、彼はビラ・フランカで絶対主義支持を宣言した。彼はすぐにパンプルーナ将軍を呼び、一緒に反乱を起こした。 将軍は自由主義憲法を支持してなかったので、召喚に応じ、5日以内に反乱軍を統制した。母皇の支援を受けた、ミゲル王子は王の退位を要求するべく、より遠くへと言った。ビラフランカで絶対主義勢力の支援者が成長しているにもかかわらず、王は先にした制約に忠実で、1822年憲法を維持したかった。ミゲルと王妃は、 議会制度転覆に関心を示しており、スペインでの絶対主義復帰に触発されており、彼らは党派を搾取し、外部の反動派と共に、ポルトガルの自由主義コルテスを転覆しようと、企んでいた。しかしパンプルーナ将軍は王に対して忠実であり、自身は王に逆らうつもりはないことを明確にし、王子に、不王の召喚に従うことを助言した。王自ら、ビラフランカに赴き、 そこで軍と王人の教順の意を受けた。しかし彼は1822年憲法の廃止した状況を利用し、コルテスを廃止した。多くの自由主義者が亡命した。ミゲルはリスボンに外戦したが、王は完全に統治能力を失っており、大位を求める反動主義者に敗北した。ビラフランカーダの変の後、ミゲルはサモラ・コレーヤ・ハクに除され、 陸軍最高司令官に任命された。しかし王妃は、ジョアン六世の自由主義者や恩健派への寛大な態度を継続や、王がパルメラ公とより恩健派だと目されているパンプルーナといった大臣らの影響を受けたり、保守され続けることを容認しなかった。1824年2月28日、サルバテラでルーレ公のミゲルか彼の友人が関与したとの疑惑のある。 謎めいた死は、当時の不安定な時代の兆しであった。ミゲル王子は常に、母妃の影響を受けていた。2ヶ月後の4月30日、陸軍最高司令官として彼は軍を集め、フリーメイソンによる王暗殺の陰謀の存在を口実に、大臣その他要人の逮捕を命じ、不王をベンポした宮殿に遊兵した。そこでミゲルは、王の生命の安全を確保し守ることができた。 4月の乱と知られる、この政変は、外国勢力の多くを憂慮した。外国の外交団は、王は王子の囚人となったと理解し、ベンポスタ宮殿に行き、王をイギリス軍艦ウィンザー・キャッスルに乗せようとした。簡板に王はミゲルを召喚し、彼を陸軍最高司令官から罷免して、すぐに彼をウィーンに追放した。ウィーンに彼は3年以上を過ごした。 22歳のミゲル。ビーンにいる間に、彼は、クレメンスメッテイルに日の客人かつ友人として封された。その間、1826年3月10日に、父ジョアン6世が崩御し、ミゲルの兄ペドロがペドロ4世として即位した。しかしペドロは、ブラジル皇帝として、すでに在位しており、従って、自身の娘マリアダ・グロリアに上位するために退位した。マリアダ・グロリア、 ポルトガル女王マリア2世はヨー君であった。彼は摂政に自身の妹、イザベルマリアを任命した。ペドロはすでに自分たちの母親からあらゆる継承も受けないままで1822年にブラジルを離れたミゲルを脅かそうとしていた。ジョアン6世の死の後、ペドロは一旦は王家の中の不和を修復し、マリアダグロディアの多い継承権を 立憲君主制を確立した新しい自由主義憲法、検証の下で、ミゲルに摂政に就任するよう申し出ることで確保しようとした。この体制の下、マリア二世とミゲルは、マリアが成人すれば結婚することになっていた。それまではミゲルは、彼女の摂政を務めることになっていた。新しい憲法は、立法、行政と司法との間に、緩やかな王権を付与しており、 100人からなる貴族院王の拒否権と間接選挙を導入していた。ミゲルは兄からの提案を受諾し、憲法の遵守を宣誓し、わずか9歳の女王が結婚可能年齢になるまで待った。イザベル・マリアの接婦は極めて不安定であった。すなわち不和が政府の上に君臨し、自治体の評議会中には党派があり、閣僚間には対立があり、 ついにサルダーニャ将軍の辞職後にリスボンで反乱が起きた。イザベラ・マリアの重病により、ペドロは弟・ミゲルに王国を委ねることで解決しようとした。ミゲルは受諾に関してだけは大変熱心であった。1827年にミゲルに新しい役職を与える布告が出された。そして彼はウィーンからリスボンに出発した。リスボンに戻る途上で、 彼は1827年12月30日にイギリスを訪問し投留した。彼は海軍帝督のクラレンス公と彼に会うために特区までやってきた他の貴族院議員と面会した。不人気なトーリー政権を率いることになるウェリントン公は彼らがミゲルにペドロが考案した憲法上の枠組みを受け入れることに良い影響を与えることを希望し、 この訪問を立憲君主制の伝統の促進に使用した。迎賓館での昼食の後、彼は側近と騎兵将校の護衛がついた立派な馬車に乗りロンドンのウェストミンスター宮殿に赴いた。そこでミゲルは群衆に迎えられた。ロンドンでは彼はアーリントン通りのダドリー教の宮殿に滞在した。そこで彼はコンサートへ行き、オカリバデキを借り、公共事業を視察し、 新しい友人と知域を得た。大臣、大使とジョージ4世の大臣、大使と市長らなどといった一般に貴族と呼ばれる人たちとである。大晦日に彼はウィンザー城の王を訪問し、盛大な宴会の共和を受けた。その後、ルートランドハウスでミゲルは、イギリス在住のポルトガル人から記念メダルを受けた。イギリス訪問中は彼は工遇されていた。 26歳のミゲル1828年1月13日にミゲルはロンドンを出発しストラトフィールド西でのウェイリントン港のカントリーハウスでしばし過ごし彼はプリマスからリスボンに帰ることになったしかし2月9日悪天候で彼はポルトガルの戦艦ペローラ号でしか利用することができなかったイギリスの船2隻が同行した一月十二日には ガゼータデリスボアが、司法大臣からの公開書簡を発表し、そこでは法律に反しない限りは、韓国で迎えることを許可した旨が書かれていた。2月22日に、王子の船がリスボンに到着すると、午後2時から、定所川沿いの船や丘の上の大砲が霊砲を打ち、教会の鐘が鳴らされた。ペローラ号が到着すると、川は、船で溢れ返った。 新摂政はすでに足場が整えられている、コメルシを広場で下船することが期待されたが、ミゲル自身はサンタマリアデベレンで下船するのが好ましいと思っていた。ミゲルの母が王子を迎えに行くために船頭を使わし、その船頭は王子がどこに忠誠心を置くのか教えるためにリスボンに到着したら母に会いに来るようにという伝言を携えていたと考えられている。岸辺には、 地元の人々が殺生を勇気づけるために歓声を送っていた。教会の鐘が鳴らされ、勇気づける参加が路上で歌われた。アジュダ宮殿への凱旋行進は沿道に、シルクの国旗が飾られ、女たちは花束を投げ込んだ。どこでも市民の多くが、ドン・ミゲル、我らの絶対君主万歳と叫んでいたが、それに混じり、ドン・ミゲルに死を、 自由主義憲法にしようという物騒な声もあった。しかし、ミゲルの役割ははっきりと、最初のリスボンの夜で、線引きされた。彼は、摂政として、女王マリア2世の名の下で統治する。マリア2世が、結婚的霊気に達したら、ミゲルは、マリア2世の王廃となる。それからミゲルは、ペドロの定めた、検証と、摂政の条件として彼が受諾したものに適合する。 統治を行う義務を負う。2月26日、コルテス、貴族議員に、ミゲルのブラジル時代の友人のような外国施設団の、イナラブのイナラブ、アジュダ宮殿で摂政の助任式が始まった。一時に、ミゲルは、妹の摂政イザベルマリアと共に宮殿に入場し、公式に摂政の位が、イザベルマリアから新摂政ミゲルに手渡された。 同じ座にある彼ら摂政二人の壮観な光景の後、王女は摂政職の異常の先生をし、優雅にその場を離れた。ミゲルは聖書において憲法を守る先生を書かれた書面を提示された。それは彼に以下のようなことを引き起こした。リスボンでの儀式を見たカーナボン教はこの場面の結論を書いている。3月1日に、 リスボン市民の中には自由主義政治家と抵抗者の多くを激怒させた。ミゲルを絶対君主にするべく、宮殿に集まった。彼の摂政の称号を帯びさせ、彼は夕方に国務大臣を任命した。すなわちヌの三世、アルバレスペレーラデメロ、ジョゼアントニオデオリベーラレーテデバロス、フルタドドリオデメンドーサ、ジョゼルイスデソーザボテイリョモーランエバスコンセロス、ローサーハクである。 一週間中に王子と母妃が旧敵と自由主義の進派を王室から一掃したので多数の恩恵派の陸軍将校が退けられ地方に軍事政府に成立した。27歳頃のミゲル一世1828年3月13日、ミゲルはコルテスを憲法で規定された新たな選挙の実施を宣言せずに解散した。地方の評議会、貴族、 聖職者や主だった市民の中には憲法の取り消しと王として即位することを要望する者もいた。自由主義派による最初の流血があったが、この時にコインブラ大学からの派遣団が3月18日に怒りっぽい学生に殺害されたのである。4月25日に大学の評議委員会は布告を出し、その中でミゲルに大いにつくよう要請した。 これは自由主義者と絶対主義者との間の問題を煽っただけである。ブラジルの独立のせいで、ミゲルの支援者はミゲルこそが、ポルトガルの正当な多い継承者とみなしていた。自由主義者にとっては、ミゲルの名は無別の対象であったが、絶対主義者にはその名は尊敬すべきものであった。しかし、ミゲルの知性はすぐに、残酷で、ほとんど先制的な統治そのいくらかは、 彼の性格によるもので規定された。しかし他の者たちが、それらを母校、カルロッタの悪意に属する者と考えた際には、彼の部下の不正を非難する者もいた。1828年5月3日、新しい貴族院のために、ペドロによって指名された、多数の貴族らが、ラフォース公の宮殿に集まり、ミゲルを招き、ミゲルの合法的な王位継承を決する観点から、 スリーエステイツからなる新たなコルテスを招集するよう要請した。そのようなコルテスは6月にアジュダ宮殿で開会され、そこでビゼウ大司教は摂政殿下は退官すべきですと提案した。なぜなら全知全能の手は陛下を万民を救うためにドナウの岸辺から帝女の岸辺と導かれたからですと。7月7日、ミゲルは絶対君主として即位し、 7月15日にコルテスは、閉会した。ほどなく、ポルトの中東軍が反乱を起こし、地方軍事政権を成立させた、自由主義の反乱を守るためにコインブラに進軍した。しかしこの軍を指令する将軍は優柔不断で、ミゲルは軍を特例することができ、義勇軍大隊を創設し、ポルトを封鎖した。自由主義のサライバ将軍が、 ミゲル主義者のポボアス将軍に射殺された時に、ラゴシュでも同様の反乱が未遂であったが、すぐに破棄された。このような情勢の中、ジョアンデ・サルダーニャとペドロデ・ソーザ・ホルステインは、自由主義派の敗北を判定した後すぐに着手した。自由主義軍はガリシアへと逃げ込み、そこで次の動きを待ち望んでいた。前の摂政婦には少数ながら強力な、立憲王政の支援者がいた。 イザベラ・マリア王女は、意思薄弱な大臣あるいは無能な者たちに、支援されており、個人的にはミゲルに対抗するには臆病であった。自由主義のエリートと彼らの支援者は亡命した。ポルトガルの全域が君主権を承認した。マデーラ諸島とテルセイラ島を除いては、マデーラ諸島は、容易に征服できたが、テルセイラ島は自由主義者のもとに泊まった。 ミゲル支持者の反対派を告発する過剰な熱意は、ミゲルの知性を暗いものにした。1829年3月6日の W、カイス・ドゥ・ソドレの自由主義派の暴動では、モレーラ巡将と彼の将校と支援者は皆重権を、振るった。5月7日、反乱を起こしたポルトの中東兵らは処刑された。いくつかのケースでは、地域住民がこれら恐怖と報復措置に貢献した。 ビラ・フランカダ・シラのように自由主義に審判を感じた者70人の暗殺した例もある。これらの行動はミゲルの大臣によって否認されたが、バストハクはその一人ではなかった。ケルスシャク医者でミゲルの親密な友人である彼でさえ W ・アルフットへ亡命した。報復殺人を幾度音に叫ぶお者らと一緒になるために。しかし、 母校は自由主義者への攻撃の支援を継続し、王権強化のために、これら行動に意欲的であった。1830年4月7日に、彼女が死去した後も多くの残虐行為が、ミゲルの名のもとで継続され、それらの中には、ポルトガルの政治に介入する外国に対するものも、あった。スペインと教皇庁とイギリスはミゲルを王として、承認していたが、王国に対する、 公の支援は少しだけであった。逃げる主義者の政府が嫌がらせでイギリスとフランス国民を苦しめた不心得は彼らを抗議へと挑発した。とうとうフランスのルイ・フィリップにアルバン・ルサン・提督は行動を取るように命じられた。彼はテイジョ川を遡り8隻のポルトガルの船舶を打歩した。1831年7月14日に条約を 強制的に課した。しかし、ミゲル主義者の報復措置は継続した。刑の宣告が24時間以内に行われた。リスボンの第四歩陛下は8月22日23日に29の処刑が行われ、1831年には一度だけ処刑が行われたと記録してある。当時の風刺が、紛争を兄弟喧嘩として描き、大国が後ろ盾についている。 アゾレス諸島のテルセイラ島はマリア二世への忠誠を維持した。立憲政府はここに亡命政府を置いた。当初はイギリス艦船との戦いでサルダーニアクは島に到達することができなかった。しかしテルセイラ港は1831年までに自由主義派はアゾレス諸島全域を制圧した。ブラジル皇帝を退位したペドロは1831年に 自身を自由主義派の旗頭にし、すぐに占領したポルトの近くのミンデロから上陸し、アゾレス諸島からポルトの北部ポルトガルへの侵略計画を立ち上げた。しかし、ミゲル軍は手強く、最善の体制をとっており、専属の義勇軍と熱狂的な民兵を伴っていた。彼らはたやすく、都市を囲み、包囲戦に持ち込んだ。ポルトの防衛は継続されたため、 ミゲルは1833年4月に自らおき、解決しようとした。しかしその間に、リスボンは、テルセイラ公の手に落ちた。公は早くに、ポルトから離れチャールズ・ジョン・ネーピア式の自由主義派の艦隊に乗り、アルガルベデゲ戦士、アレンテージョへ、ミゲル主義派の将軍テレス・ジョルダンを破るために進軍し、7月24日に、死を攻略した。サンビセンテ沖で、 ミゲル主義派の艦隊を破った後、ネーピアは北部でテルセイラ港の船と一緒になり、ページョ川の統制下に置いた。ミゲルはフランスのブルモン将軍の支援を受けていた。将軍はシャルル十世の没落後は多くの王党派と共にポルトガルを支援に駆けつけた。彼は後にスコットランドのラナルド・マクドネル将軍が公認となり、彼は ミゲル主義派の軍を包囲カカのリスボンから撤退させ、南高不落のサンタレンの海と移動させた。そこにミゲルは作戦の本部を構えた。戦闘は真剣に続いた。アルカセルではミゲル主義派はいくつかの平野を攻略したが、すぐにサンタレン市内のペルネストアルモステルがサルダーニャ将軍に奪われた。 1834年2月18日の後者の戦闘はこの内戦では最も暴力的で血生臭いものとなった。最後には政治がミゲルの運命を決した。森がこうカルロスとの同盟はフェルナンド7世への進歩を遠ざけた。彼らはマリアの王位を主張したのである。そして彼らはフランス政府、イギリス政府同様に ペドロと女王との4倍の同盟軍になるのである。ドン・カルロスと小規模な軍を追跡し、スペインのロディル将軍はポルトガルに侵入した。同時に、テルセイラ港が1834年5月16日、アッセイセイラの戦いに勝利し、ミゲルの体制に致命的な打撃を与えた。ミゲルはサンタレンから逃げ、エルバス方面に南西に動いた。 ミゲルがエボラに向かう際に彼の将軍らは軍事評議会で投票し、停戦し、講和を訴えた。ミゲルはこの決定を受諾した。3年にわたるポルトガル内戦の後、1834年5月26日にエボラモンテの情報でミゲルは退位を強制された。カルロスはイギリスに移送された。1834年6月1日、ミゲルは イギリスの戦艦に乗り込み、シーネスからジェノバへ向かった。彼は亡命生活を最初はイタリアで過ごした。それから、イギリス、最後にドイツへと移った。彼はポルトガルに戻ることはなかった。ミゲルとその妻と子供たち。1834年のポルトガルのコルデスは、即刻死刑にするにあたり、ミゲルとその子孫すべてをポルトガルから追放した。 1838年憲法は無条件に冒険のミゲルの血統を王座から除外した。1834年法は1950年5月に廃止されるまで有効であった。亡命中、ミゲルはブラガンサ公であると同様にビラビソサ公、アライオロス博、バルセロス博、ネーバ博及びオーレン博として知られた。1837年1月15日、 第一次カルリスタ戦争のさなか、スペインのコルテスはミゲルをスペイン王室の多い継承者から除外した。彼の母方の叔父カルロスと共に反乱を起こしたとの理由である。ミゲルの姉マリア・テレザ・デ・ブラガンサと彼の老いも継承権を失った。ミゲルは余生を亡命生活で過ごし、ポルトガルの政治から移動し、彼の人柄はラジカルなものに変わっていった。後年、彼は 活服の良い髭を蓄えた課長となり、かつてのカウボーイのような姿は失われた。彼は、エボラモンテの情報の文言に同意することを拒否し、それによって、ポルトガル政府からの豊富な年金は失われた。彼は、貧窮した亡命者として、ローマに一度暮らした。教皇グレゴリウス16世が用意したアパートに、暮らした。教皇は彼に、わずかの月々の生活資金を与えた。 1851年、イギリスで数年過ごした後、彼は南ドイツのバーデン大公国に行き、アーデルハイト・フォンデイ,イコールベルトハイムイコール、ローゼンベルクと結婚した。彼らは、かつてのブロンバッハの首都会修道院で暮らし、7人の子供を育てた。家父となってからアーデルハイトは、娘全員を無難で有利な条件で、縁組させることに成功した。ビクトリア女王のように、 ミゲルはヨーロッパの祖父として知られるようになったが、これは本人の死後のことである。ミゲルはブロンバッハで狩りに興じていた1866年11月14日に死去した。彼はバイエルン王国のグロースハウバッハのエンゲルベルクにあるフランシスコ修道会にある妻の家族の納骨書に埋葬された。1967年に彼と妻の遺体は、 リスボンのサンビセンテでフォーラ修道院のブラガンサ、ケレイ病に改装された。オーストリア亡命中、レイコールベルトハイムイコールローゼンベルク、公子コンスタンティンの娘アーデルハイトと結婚し、一難六条を設けた。ありがとうございます。